2017年、愛知県名古屋市で一つの事件が発生しました。今回はその事件の内容と裁判の経過をまとめていきます。後に事件を起こすことになる当時42歳の男松井博司は愛知県名古屋市に立つアパートで一人暮らしをしていました。この時の松井は仕事をせずに生活保護を受給することで生活を成り立たせています。何でも彼には交通事故に遭った過去があるらしく、その後遺症で足が不自由であるために働くことが困難だったみたいなのです。松井が生活保護受給者であることは一部の近隣住民の間で知られていました。そのようにして彼の状況を知る人物の中には後に事件の被害者となる当時83歳の男性大島克夫さんとその妻である当時80歳の女性民子さんら夫妻も含まれていたようです。2017年3月1日午前9時ごろ、松井はこの月の生活保護費をもらうために区役所を訪れました。そして生活保護費82,000円を受け取ります。この時点で彼には行きつけのスナックで月にしていた分の借金66,000円があったらしく、貸主に対しては今月の生活保護費で全額返済すると約束していたそうです。しかしこの約束通りに借金を返すと松井の手元には16,000円しか残りません。その金だけで1ヶ月間を生き抜くのにはいささか不安がありました。そこで彼は手元にある82,000円を何とかして増やすことができないかと考え始めます。そのようにして悩み抜いた末に松井はわずかな望みにかけてある場所へと向かっていきました。その場所というのはパチンコ店です。呆れたことに彼はギャンブルで生活保護費を増やそうとしていたのです。ただ松井は決してギャンブル中毒者などではなかったといいます。むしろパチンコ店を訪れたのはこの日が人生で初めてでした。ですがそれゆえにやめ時がわからなかったようです。彼は負けが込むようになってからもパチンコ台から離れようとしません。熱くなって我を失った松井はひたすら玉を消費していってしまいました。彼が正気を取り戻した時点で手元には2万円ほどしか残っていなかったそうです。こうしてパチンコで約6万円を吸ったことにより松井は約束していた借金の返済すらできなくなってしまいました。なぜ俺はギャンブルなんかで金を増やそうと考えてしまったんだ。そう後悔してもすでに手遅れです。彼は自己嫌悪でイライラしながら自宅アパートに帰っていきます。午後7時ごろ、松井が自宅アパートの前に到着したところで向かい側の一軒家に住む大島民子さんと偶然出くわしました。そこで二人は言葉を交わしたそうです。その中で民子さんが松井にこんな言葉を投げかけました。仕事もしていないのにいいご身分ね。ただでさえイラついていた松井はこの言葉を受けて一層不機嫌になります。それでも一度はその気持ちを押し込めて自宅へと入っていったそうです。しかしそうして一人になってからも先ほど民子さんに言われた言葉が彼の頭から離れることはありませんでした。そして松井は次のような思いを抱きます。俺だって好きで働いてないわけじゃないんだ。事故で足が悪くなってしまったんだから仕方ないだろう。それを何も知らないのに嫌みったらしく言いやがって、なんで赤の他人にあんなことを言われないといけないんだ。こうした考えを頭の中で巡らせるうちに民子さんに対する怒りの気持ちがふつふつと湧き上がってきました。そして苛立ちが限界に達した彼はとうとう民子さんの殺害を決意するのです。それから松井はすぐに犯行へと動き出しました。彼は台所にあった包丁を手に取ると自宅アパートを出ていきます。そして民子さんと外で話してから約1時間後の午後8時頃に大島さん宅へと侵入しました。そうして宅内に入るとそこには民子さんとその夫である克夫さんの姿があったそうです。松井が恨んでいたのは民子さんだけでしたが、彼は勢いのままに克夫さんにも襲いかかります。そして手にしていた包丁で二人のことを突き刺してしまったのです。これによって大島さん夫妻は絶命しました。こうして犯行を終えた松井は宅内にあったバッグを物色し始めます。その中で現金1200円が入っている財布を発見した彼はそれを持って現場から逃走していきました。それから松井は名古屋市南区にある行きつけのスナックを訪れます。そこで彼はパチンコで負けたと説明し、6万6000円あるツケのうち2万5000円と飲み代3000円を支払いました。そして自宅に帰っていきます。そのまま日付が変わり2017年3月2日を迎えることになりました。この日の午前8時ごろ、民子さんと会う約束をしていた近隣住民の女性が事件現場である大島さん宅にやってきます。そこで彼女は1階の居間付近で倒れている大島さん夫婦を発見しました。女性は夫婦が死亡していることに気がついてすぐに通報を入れています。これを受けた愛知県警の捜査員が現場に急行してきました。その上で現場検証を開始します。
被害者である勝男さんと民子さんの遺体は重なり合うような形で倒れていました。二人の遺体にはいずれも刺し傷があり、死因は失血死だと特定されます。第一発見者である近隣住民の女性が訪問した時点で玄関の扉は施錠されていませんでした。また室内にあるテレビはつけっぱなしになっていたそうです。さらに現場から財布がなくなっていることも発覚しました。こうした現場の状況から愛知県警は本件を殺人事件と断定し、南署に特別捜査本部を設置します。それから着々と捜査が進められていったわけですが、最後には意外な形で終結を迎えることになりました。事件発覚から3日後の3月5日に犯人である松井が警察署へと出頭してきたのです。こうして突如犯行を告白した彼のことを警察は緊急逮捕しました。その後行われた取り調べの中で松井は犯行を概ね認めたものの、強盗目的ではないと一部容疑を否認しています。なお彼の自宅アパートの部屋からは凶器として使われた包丁と大島さん宅から奪い取った財布が見つかりました。それからさらなる捜査を経て松井は名古屋地裁に起訴されます。そうして始まった裁判の中で争点となったのは強盗殺人が成立するか否かです。検察側は被告人には借金があり、今回の犯行は強盗目的があったと主張して死刑を求刑します。一方の弁護側は鑑定を経て松井に軽度の知的障害があることが分かったことを提示し、これが事件に影響したと訴えました。その上で強盗目的はなかったと反論したようです。判決公判は事件から約2年後の2019年3月8日に開かれています。そこで名古屋地裁は、金品目的なら広範囲を物色するのが自然なのにバッグを物色して財布を持ち去るだけにとどめたのは不自然、殺害してまで金品を奪おうと考えるほど追い詰められていたかは疑問だと指摘し、強盗殺人罪が成立しないと述べました。その代わりに殺人と窃盗の罪が成立すると認定し、松井に無期懲役の判決を言い渡します。裁判はここで終結せずに控訴審へと続くことになりました。2020年の判決公判で名古屋高裁は想定外の結論を導き出します。ここに来て一審判決を破棄して審理を差し戻す決定を下したのです。その理由については、強盗目的でも現場の状況などから物色の範囲が限定されることはある、強盗目的を認めることが前提と説明しました。こうして一審がやり直されることになります。その後、松井が名古屋拘置所内で倦怠感や食欲不振、体重減少などを訴えるようになりました。そこで詳しい検査を行ったところ、2022年2月に彼が末期の膵臓がんであることが判明します。この時点でがんはステージ4にまで進行しており、肝臓にも転移している状態でした。そのため手術や放射線治療をすることができなかったそうです。結果として松井は医師から余命1年という宣告を受けることになりました。そのようにして自分の死期が近いことを知った松井は次のような言葉を口にします。自分の罪は重く、命の儚さを感じた。もともと自分が死刑になることは受け入れていたが、余命宣告されたことで命の尊さを身近に感じる。末期がんの発見から3ヶ月後の2022年5月になると、松井の体重は逮捕時と比べて約20キロも減っていたそうです。この時には食欲もほとんどなくなっていたらしく、飲み薬と栄養剤で延命治療をしている状態でした。その間に松井はこんなことを語っています。知的障害は事件後に鑑定されて知った。事件時、自分が正常じゃなくて怒りが収まらない状態で、自分の体が自分の体じゃない感じ、刺した記憶はあっても感覚がない、説明できないが、殺めたことに対して自覚がない、仮に死刑になるとしても自分にはがんがあるので覚悟はできている、問題は罪名、最初はお金目的ではない、そこだけは自分の頭にある、罪名が強盗殺人であれば控訴する方針、差し戻しの裁判員裁判は2023年1月30日から始まりました。松井は最終陳述で、もし叶うのであれば事件前に戻りたいと述べています。判決公判は3月2日に開かれることになりました。そこで名古屋地裁は、2人を殺害した直後にバッグを物色するなど強盗殺人を遂げるため一貫した行動をとっているとして、強盗殺人罪が成立すると認定します。そして軽度の知的障害が事件に影響したという弁護側の主張については、松井が日常生活を問題なく送れていたことから障害による衝動性、短絡性の影響は認められないと判断しました。
その上で名古屋地裁は松井が犯行当日にパチンコで生活保護費を使ったことで借金返済ができない状況にあったことについて、自業自得で犯行に至る経緯に組むべき事情はないと指摘し、検察側の求刑通り松井に死刑判決を下しています。強盗殺人罪が認定されたことを不服とした松井は名古屋高裁に控訴しました。ただ、この時にはすでに医師による余命宣告から1年が経過しています。今は衰弱しながらも何とか生きている松井ですが、いつ命を失ってもおかしくありません。最高裁で最終的な判決が下されるまで彼の命が持つのかが懸念されています。いかがでしたでしょうか。嫌味を言われたことに苛立った男が近隣住民を殺害した事件。犯人は逮捕後に末期の膵臓がんであることが判明し、医師から余命1年と宣告されました。彼はそこでようやく命の尊さを思い知ったのです。このまま死刑が確定して執行されるのが先か、犯人が病死するのが先か、その行方にも注目が集まっています。それではご視聴ありがとうございました。